炭塵は、破砕、研磨、粉砕などによって、石炭が微細な粉末になった状態。石炭は脆いため、その採掘や運搬、機械的処理の過程で炭塵が発生することがある。飛散粉塵の一つである。石炭を粉砕して、粉塵状にすると、燃焼の速度と効率が向上し、石炭の取り扱いも容易になる。しかし、管理の行き届いた。 粉砕の環境や燃焼機器の外部の空気に浮遊する炭人は、労働者にとって危険をはらんだものである。空中に浮遊する炭人は、爆発性を持つ深刻な危険物であり、また、長期的にはこれを呼吸によって大量に吸引した人々に肺の疾患を発症させる恐れがある。炭人に加え、岩石由来の微粒子などを含めた粉塵を総称して、 構内粉塵と言い,い、特に構造内の空気中に浮遊しているものを浮遊粉塵構造の床などに堆積しているものを堆積粉塵という。アメリカ合衆国などにおいては、単純の粒子の大きさはメッシュという単位で測られることがよくあるが、これは古いの目の細かさに由来のするヤードポンド法の単位で1インチ四方の中に、 古いの目がいくつ入るかという観点からの単位であり、数値が大きいほど粒子が細かいことを意味する。単人とされる粒子の流刑は必ずしも明確に定義されていないが、通常は数百ミクロン以下と考えられている。アメリカ合衆国では、職業安全衛生局が単人について労働環境における法的な規制である。 許容爆露限界値を1日8時間の労働において2.4メートルグラム毎立方メートルと定めている。国立労働安全衛生研究所は、韓国爆露限界値を1日8時間の労働において1メートルグラム毎立方メートル、ないし0.9メートルグラム毎立方メートル連鎖する単人爆発の最初の段階。衝撃波に次いで火炎が広がる。 衝撃波によって新たに舞い上がったジ人が遅れて到達した火炎によって着火しさらなる爆発が発生する。クリエール炭鉱事故を描いたレプティジャーナルの総画。1913年10月、センゲニード炭鉱事故でジ人爆発が発生した後、縦坑高,高校に集まった群衆。空中に浮遊するジ人は石炭の塊よりも重量あたりの表面積が はるかに大きくなるため、爆発しやすく、自然発火する恐れが大きい。結果的に、ほとんど空になっている石炭貯蔵庫は、石炭が満載された状態よりも、爆発の危険性が高くなる。爆発を防止する主な手法としては、安全ランプの使用、行動に設ける石材の多いによる、単純飛散の抑制、機材や人員への水かけ、効率的な換気の確保などがある。 また別の単人爆発防止策としては、岩石由来の粉塵を入れるという手法もあり、通常は粉砕された石灰岩を用いて温度が高くなった光内ガスの熱を吸収させる。この手法は1990年代初めから使われ、出したが、その後、技術的に大きな進歩があった。史上最悪の鉱山事故は単人の粉塵爆発によって引き起こされており、 1913年にサウスウェールズのセンゲニードで起きたセンゲニード炭鉱事故では439人の交付が死に、1906年にフランス北部で起きたクリエール炭鉱事故では犠牲者が1099人に上り、1962年にドイツのルイゼンタール炭鉱で発生した事故に1 9 9人、そして最も多くの死者が出た1942年の 中国の本傾古炭鉱における事故では1549人が犠牲となった。こうした事故は通常、港内爆発性ガスの爆発から始まり、その衝撃波が港内の床に積もっていた単人を舞い上げ、爆発性の高い機体ができてしまう。このような仕組みについては1844年の時点でマイケル・ファラデーとチャールズ・ライエルが ダラム州ハスウェルの炭鉱で調査を行って、すでに解明していたが、彼らの結論は、同時代には無視されていた。英語の表現では、炭鉱夫の人牌とか、黒肺病と称される、石炭人牌は、炭人の吸引によって引き起こされる疾病であり、多くは、炭鉱で生じた炭人に由来する。アメリカ合衆国の関係官庁は、炭人の吸引について、 爆露限界値の指針を示している。火力発電所で使用する石炭は石炭粉砕機と称される機械で粉砕される。こうして生産された微粉炭は化石燃料火力発電所で発電に用いられる。微粉炭は粉砕機から発電施設まで大量に空気とともに送られるため爆発の危険がある。微粉炭を送り込む流れの勢いが弱まり燃焼室の火炎が 燃料を供給しているダクト側に逆流してしまうと爆発が起こる。ありがとうございます。